Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hi and welcome to After 5 English YouTube blog. My name is Kumiko. こんにちは、After 5 English の Kumiko です。今日もよろしくお願いいたします。So, my niece stayed with me for 3 weeks during summertime.And I was just so excited because I got to spend time with my niece. I was a little bit nervous because I didn't really know how to hang out with a teenager. So she's 17 years old and I just don't know how to hang out with a teenager. But my niece was very well behaved. I had a lot of fun hanging out with her. I think she was way more patientthan I thought she would be. And I'm just so glad that my boyfriend and my niece got along really well. So I want her to come back again. So, 姪っ子がね、3週間うちに滞在してたんですよ。で、ティーネイジャーと接する機会なんてほとんどないし、姪の成長をね、日々見てきてたわけじゃないので、ちょっと最初やっぱり緊張はしたんですけど、あっという間の3週間で、戻ってきてもらいたいです楽しすぎました。というわけで今日は英語のその習得にまつわる、アドバイスを、一つさせてもらいたいなと思います。声帯模写っていうのはすごく強いスキルなんです。英語習得において、何だっていいんですよ。例えばドラゴンボールでもキテレツでもドラえもんでもサザエさんでも何でもいいんですけど、声優さんの声のモノマネとかしたことある人？私もあります。でも一度も似てるって言われたことないので、ここで公開はすることできないんですけれども、何が言いたいかっていうと、英語習得、特に発音においては、聞いたその声とか音をそっくりそのまんまこうコピーする、その声帯模写に近いんですけどね、それってすごく重要かつ有効な手段です。なんでかっていうと、普段そうやって聞こえてる音っていうのは、ネイティブ同士かな、そうやってコミュニケーション成り立ってるんだったら通じ合ってるわけですよね。でその音を、最初意味わかんなくてなんかゴニョゴニョ聞いて言ってるなだったら、もうゴニョゴニョのまんまその音をこうクリエイトできるようにやってもらいたいんです。例えば今から私が言うセンテンスを何の解釈もなしにただ音だけで言ってみてほしいんです。ではいきます。 How are you? How are you? カタカナの How are you? ではないですよね。これはなんか How are you? みたいな感じに聞こえてると思うんです。なので聞こえたまんま口の中ね、どんな風に舌を動かしてそんな音が出るんだろうっていうのを研究しつつ言ってもらいたい。もちろん日本語にはない発音だったりするので、なんかこう何が起きてるんだろうってあるかもしれないんですけど、それは一つのなんて言うんだろうな、なんかこうパズルを当てはめるじゃないけど、あ、こんな風に舌を動かしたらこんな音出るんだなっていう発見にもつながるだろうし、なんや適当に言ってたらぽくなったりもするんです。なので大事なのは、そのもちろんABCD って綴りを見て、でそれを発音するのももちろん大事なんですけども、聞こえた音はなるべくもう声帯模写、音をもうコピーする、音コピでそのまま発音してもらいたいです。で日本人ってモノマネ人口結構大きいと思うんですね。なんか声のモノマネ、声優のモノマネ、いろんなモノマネの、なんかそのモノマネ文化がもうすでにあるので、なんか英語を一つのモノマネと例えて、例えば私が話してるのを声帯模写してみたりとか、あとはそうですね、なんか有名な映画とかドラマを見つつその人の声をちょっとこう声帯模写する。例えば有名なのはフレンズで出てくるジョーイの Are you doing? あの声ね、私これ以上低くはならないけど Are you doing? っていう、これそのまま声帯模写して誰かネイティブの人に言ったら多分笑ってくれます。で多分うちはネタとしておージョーイとかって言ってくれるかもしれません。なのでぜひ聞こえた音はこう綴りを確認する前にも音として認識して
あ、こういう音で口をこういう風に動かせばこういう音出るんだなくらいのモノマネ感覚で習得していってみてはいかがでしょうか。 I hope it's useful. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Take care. Bye now.